機の関係により一時は危機に陥った脅威らだったが、劇に応じて参陣した長政の働きにより逆転。卑弥呼には逃げられたものの、おろしの軍師ダッキを捕虜にした。どんな苦境も跳ね返し結果を出す曹操。曹操の危険性を説くダッキの言葉に徐華は惑う。ダッキの言う通り、もはや先人である徐華にも曹操を止めうる力はない。曹操が清盛にならぬよう祈るしかないのだ。一方清盛はオロチ復活を機に政宗慶次らとも団結。オロチ軍は嫌まして強大化していた。もはやオロチ完全復活は目前だが、そんな絶望的状況にも諦めることなく曹操らは卑弥呼を追い道官を目指した。清盛、卑弥呼をオロチのもとに行かせるために時間稼ぎをするつもりか。所詮はオロチのしもべということか。毛徳の手を借りるまでもないな。清盛、さっさと道を開けろ。さもなくは俺の刀の錆にしてくれる。清盛ごときに邪魔をさせる。奴らを撃破しつつ術者を探すのだ。ふん、鬼柴田が若造にこき使われた。
Oh!
貴様一人のもの。その時点で勝負はすでについている。